おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間じゃなかったわ1日遅れでね、1週間始まりました。今週もゆるく頑張ろうベジタマの分量あら消えちゃったこれね、今日はね、もう久しぶりにさ、シリコンカップでね、蒸してベジタマさんにしたんだ。そして私は1日遅れの1週間の始まり昨日はちょっとね、いろいろバト、なんていうのかな、いろいろもろもろでしたでね、これセリアのさ、ミニカヌレ型ね。このシリコンカップはね、一応薄く油をね塗ってる。これにベジタマさんを入れるよ。そしたらね、沸騰したお湯に入れて、お湯は1センチぐらい張ってる。で、これをさ、蓋をして弱火で2分蒸す。で、あとはね、余熱で OK。で、人参を細切りにするよ。なんかさ、日曜日の晩にさ、私は薬を飲み忘れたのか、何なのか、忘れたんだろうか、わかんないの、はっきり。ゴミ箱を漁ったけどさ、薬の袋もなかったんだよね。そしたら日曜日の晩からさ、一睡もできずに、やっぱ、あら、ほんで人参粉の分量ね、やっぱさ、不眠症もあるからさ、薬飲み忘れたら一睡もできずにね、もう、昨日の朝までずっと起きてて、朝はさ、もう、気分が悪くて寝てないからでね、週始め早々お休みをいただきました困っちゃう。だからもうね、昨日は忘れないようにみんなにね、薬飲むね、薬飲むね、薬飲むね、飲んだよって言ってね、寝たそしたらやっぱね、ちゃんとぐっすり眠れたからね、よかったです。睡眠って大事よね。ほんと睡眠と食べることは大事だよね。私だから昨日はさ、夕方までね、何も食べなかった。もう具合寝れてないから具合が悪くてね、食べてなかったのよで、これはね、鶏肉はさ、厚みを均等にして食べやすい大きさ、つうか適当な大きさに切るね。で、小麦粉をまぶすよ。裏表ともさっとね。なんか小麦粉をまぶしてればさ、タレの絡みがいいかなと思って。で、これさ、なんかコストコのバーベキューソースかなんかでさ、いつだったっけかな、土曜日だったかな、上の娘がさ、持ってきてくれたのよ。コストコのバーベキューソースと吉田グルメソースっていうやつを。だからね、今日早速あのバーベキューソースを使ってみたところ、でね、何回も言うけどさ、このくっつかないアルミホイル、ギラギラした方が下だったんだね。あれ以来くっつくこと知らずですコメントで教えてもらわないとね、わかりやすない、わからなかったのよそしたらね、鶏肉をさ、皮目から焼くよ。でもうあとはバーベキューソースでジャーするだけだから、まあ私の感想、普通はね、お弁当に詰める前にさ、ペロッと味見をすればいいんだけど、お弁当に詰めた後にね、あのペロッと味見をしたの、このバーベキューソースをね。そしたらやっぱりさ、私たちは日本人だからか知らんけど、なんというかね、アメリカンな味、ファンキーな味ちゅうのってごぼっと出ちゃった、あの口が大きいから。なんだかアメリカンな味ちゅうか、ファンキーな味ちゅうか、ちょっとね、このままでは、多分私んちではね、ちょっとあんまり好まないのかな、味的に。
なんか吉田グルメソースっていうのは美味しいみたいだけどね、このバーベキューソースはなんかどうにかね、ケチャップなりなんなり足して使わないといかんなと思い方。でこれは蒸してたベジ玉さんはね、くるんとひっくり返してさ、チュンチュンチュンって押したらもうポコンと出てくる。そしたら詰めるよ。レタスで仕切って、このベジ玉さんをね、一列にピャーっと整列させる。そしたらね、ベーコンポテトね、そう、そしてあのコストコのあのさ、バーベキューソース、これの美味しい使い方を知ってる人はぜひぜひ教えてほしい。うちはね、このままではなんかみんな好まない味だなと思ったから、顆粒コンソメとかケチャップとか足さないとね、ちょっと食べきれないね。すごい大きな量だもんね。でカップを敷いてさ、ここに人参のごまポンあえね、そしたらね、ウインナーね、ウインナー赤にすればよかったね、めっちゃ茶色いよね今日でベジ玉にね、ケチャップをぴょんぴょんぴょんって、真ん中にさちょっと穴がほげてるから、そこにケチャップをねプチュンってした。でミニトマトね、ね、今日はのり玉ふりかけ、これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、とっても簡単。蒸し卵にさ、あのバーベキューソース使って。ね、人より一日遅れの一週間の始まり、今週もゆるく頑張ろうね、と思う。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。